How to use iTalk。 iTalk の使い方。まずはじめに準備をしましょう。 iTalk、プッシャー、コットン、三面鏡を用意します。鏡を見やすい位置にセットし、両肘を固定します。コットンでまぶたの上の油分を丁寧に拭き取ります。まぶたがきれいになったら、プッシャーでまぶたを軽く押さえて二重のラインを確認します。まつげの生え際は4ミリから6ミリ上に二重のラインが来ると自然です。ラインの確認ができたら、プッシャーでラインを軽く押しながら目を開け、二重のラインを決めます。二重のラインが決まったら、まぶたにアイトークを塗りましょう。軽く目を閉じて、二重のラインがほぼ中央に来るように、4ミリから6ミリ幅の楕円状にアイトークを塗ります。厚塗りにならないように注意しながら、ムラなく均等にアイトークを塗り、白いアイトークが半透明になるまで約2分ほど待ちます。さあ、二重まぶたを作りましょう。アイトークが半透明になったのを確認したら、プッシャーを持ち、二重のラインを折り込むように中央、目尻、目頭の順にプッシャーを深く押し込み、プッシャーをまぶたの中央部分から目尻方向へラインを引くように横に寝かせながら外すと、綺麗に仕上がります。二重まぶたの完成です。綺麗な二重になりました。アイトークをした後は目元もパッチリ、華やかな印象になりましたね。アイトークを剥がしましょう。水を染み込ませたコットンを目に20秒ほど当て、アイトークを剥がしやすくします。アイトークが白くなったら、目頭から目尻にかけてゆっくり剥がします。アイトークはラインの入れ方次第でいろいろなバリエーションができます。例えば、アイトークをまぶた全体に6ミリ幅で塗り、目の形に沿って弧を描くように押さえると、奥二重をよりはっきりとした二重にすることができます。また、目頭側を幅広に塗り、プッシャーで中央よりやや目尻側を下げるように押さえると、きつい印象だった一重が優しいラウンド二重になります。切れ長の二重にするときは、アイトークを目尻に向かって幅広に塗りましょう。目尻を上げるようにプッシャーで押さえると、よりシャープで切れ長の目元を演出できます。アイトークならパッチリ二重を誰でも簡単に作ることができます。上手に仕上げるコツをつかんで、いろいろな目元を楽しんでください。